カームです。いつもご視聴ありがとうございます。久しぶりに無印良品に行ってきました。あとはいえ、無印とはいえそれなりに、私の中ではちょっと高いなっていうところはあるんですけど、その中でも一番こう人が手に取って見やすい安めなものを置いてあるところってあるじゃないですか。そこをちょっと見てきましたので、そちらの商品のご紹介です。はい、まあ私の趣味なので今着ている服にどう、似てんじゃないっていうのは絶対あるけど、シンプルだし、無印といえばシンプルだし、派手さはない、派手さはないけど、これはちょっと夏で使えるんじゃないかなみたいな、はい、そういったものです。それではご紹介します。スタート。カームチャンネル。はい、じゃあまず、4点買ったんですけど、1点目ですね。じゃーん、スニーカー用の靴下です。名前なんかスニーカーインってなってます。これね、3足で、990円ですね、1足だったら390円税込みです。で、私は赤1足に、あとはもう黒にしました。もう黒ちょっと見づらいんですけど、黒黒ですね、はい、それで3足、はい、スニーカー履く率高いんで、カバーソックスは持ってるんですけど、カバーソックスだったらくるんってやっぱり脱げないようにはなってるけど、やっぱりちょっと脱げちゃったりとかして、途中でなんか歩きながらすったもん出してることが私は多々あるんで、はい、脱げちゃったみたいな。それなので、スニーカーソックスはやった、990円で3足買えると思ったんで買ってきました。グレーとか白とかもあったけど、結局汚れが目立ったりとか、シンプルなものを、黒が一番いいかなと思ったんですよね。あと赤は、なんか差し色ちらっと見えて可愛いかなって思ったんで、はい、赤一足だけ買いました。はいはい、ということです。はい、じゃあ次、はい、じゃーん、え今着てるのと変わんないじゃんみたいな。はい、こちらフレンチスリーブ T シャツです。サイズは L なんですけど、なんと790円です。安っはい、私はやっぱり L サイズかなと、 XL だったらちょっと大きいかなと、はい、でフレンチスリーブもちろん二の腕が気になるけど、今着てるのもそうだけど、太いけどなんかこのカットがすごく、そんなに太く見せない場合もあるなっていうのをちょっと最近気づいて、あとはなんか肩幅が私はあるけど、逆に肩幅が目立たないんじゃないかなっていう感じもあるので、これ私の感想ですけど、はい、なので最近ずっとフレンチスリーブがいいかなと思いますなんかね、こういう普通の T シャツだったら逆に腕の太さが目立ったり、ガタイが良くなったり見えるんですよね、はい、やっぱ目の錯覚って大事かな、うん、目の錯覚なのか分かんないけど、完全にでも私は二の腕が太いです。運動してないし、ブヨブヨだし、はい、で丈感はこんな感じですね。普通です。インしてもいいしっていう感じですかね。はい。至ってシンプルです。はい。首周りもなんかね、詰まってないし、これよりはこうちょっとゆったりしてるんじゃないかなと思います。はい。じゃあ、ってことで、もちろんそうなりますね。はい。じゃあ、白です。はい。白はね、やっぱ中透けそうですね。生地はやっぱ790円だったから、フ
フレンチスリーブ T シャツ、はい L、はい、L サイズ790円、ね、見えますかね、はい、なので、これねやっぱちょっと透けちゃうとは思います。だから透けてもいいようにというか、まあ黒でも何でも何でも自分なりに、はい、合わせて、はい、いこうかなと思います、はい。生地は本当薄い、このようにね、はい、黒だったら分かりづらいけど白だったら分かりやすいですよね、はい、と、はい、で、こちらはですね、見えないです、はい、綿60のポリエステル40ですね、うん、はい、こんな感じがするな、うん、手触りがそんな感じ、はい、ということでこれとで、あとラストです。もうこれはもう本当定番ですよ。定番、最近フレンチスリーブ定番のような気がするんですよね。私が知らないだけかもしれないけど、無印でここ数年フレンチスリーブが気になって、無印といえばボーダーの T シャツもいっぱい持ってるんだけど、今回それ探したけど見当たらなくて、なんか探せなかったんだけど、はい、これ一番安いしこれにしました。 でラストです。これね T シャツ、この今の T シャツに合わせようと思ったんで、はい、じゃん、この丈ですショートパンツですね、はい、ショートパンツって言わないか、はい、ハーフパンツです。はい、こちらはちょっとね私の中では高い、2990円ですね。 L サイズ、色はねベージュにしました。カーキとなんかネイビーとかあったけど、この白と黒に合わせるのはこのカー、あー、この、ベージュですね。ベージュの色がなんか好きかなと思って、はい、でウエストゴムついてるんで、私最近太ったから履けるかなと思ったんだけど、試着もせずに、買ってきて恐る恐る履いてみたんですけど全然大丈夫でしたベルトしてもいいかなっていうぐらいな、はい、ウエストのサイズ感でしたね、はい。でストレッチ知能って書いてありますので、はい、ストレッチ効いてます、はい、で膝がね履いたらこんな感じ、足分かりづらい、これが膝、なんか膝上だったような気がするんだけど、後ろがこんなポケットついてちゃんと入りますね。こちらも、はい、で膝がね気になるんですよ。私汚いんで膝、まず履くことないじゃないですか、こういった丈でもね、もうやっぱり年齢とともにくすみとか膝つくことがあると、どうしてもそこ黒くなったり黒ずんだりとか本当してるんで、まあ今更ですね、ケアしないですすね毛とかはまだ、私すね毛とか生えるんですよね、はい、それでそれはまあ自分でこう処理しようかなと思いますけど、っていうかしてるんですよね、毎日しないと気が済まないんですよね。お肌には良くないかなと思うから、その後しっかりクリームとか塗ってるけど、はい、なのでこういったのはもう夏限定で、私はもうなんだろう、恥ずかしいけどみたいな、足出すの恥ずかしいけど膝汚いけどみたいな、これでもこれは1枚あった方がいいかなと思っちゃいましたね、はい、まだまだこれからなので、はい、本当本格的な暑い日そんなにないかもしれないけど、やっぱり車とか乗ったら暑いとかあるし、ね、エアコン効いてるとこばかりじゃないから、そういった時にこういうのをやっぱり履いててよかったっていうのはあるので、はい、でさっきのこの白色と主に合うような気もするし、まあ、ブラックでもいいし、でもうこれで完璧スニーカーですよ、はい、スニーカーです、もうスポーティーな感じで、もどっかにコーディネート的には女性らしさみたいなのがあったらいいかなと思ったし、でもこれフレンチスリーブっていう感じだから、
まあ、そこがちょっと女性らしいかなとも思うし、こういったちょっとアクセサリーとかなんかね、女性らしい一応女性だから女性らしいものを身につけて、小物類ね、あとバッグとかそういうのはちょっとあまりスポーティーじゃない感じにしたいかななんて思います。はい、髪の毛もこうちょっと、まあ、いつもの最近定番でこうやってね、縛ってますけど、ずいぶん長くなりました。あまり切りたくないなと思ってるんですが、暑いうちはもう縛りたいし、まあ、伸ばそうって、前みたいに伸ばそうっていうこともないけど、まあ、自然に任せたいと思います。はい、はい、ということで今回久しぶりに無印に行って、プチプラ4点、はい、の買い物をしてきたので、そちらのご紹介でした。はい、またね、コーディネートはまあそうですね、ショート動画とか何かの折に、はい、載せたいと思います。はい、何かの参考になりましたらチャンネル登録と評価コメントお待ちしております。それではまた次回の動画でお会いしましょう。またねー。